どうもこんにちは、今回はですね家族キャンプに来てます。家族5人でキャンプに来てるんですけども、荷物がね結構すごいことになってます。すごいことになってるんですけども、一時と比べるとねだいぶ荷物が減ったのかなという感じがするので、今回はですね我が家はこんな感じで荷物を載せてますということで、動画をお送りしていきたいなと思います。まずはですね何から下ろそうかな。キャンプと関係ないところからまずは下ろしていこうと思います。これがねカメラバッグで、これにはねインスタ 3601R とあとはねアルファ6400これが入ってます。なのでまあこれは撮影用なのでとりあえずはこっち側に置いとこう。さあそれでですねこれが収納テーブルなんですけども、この上もね寝具が載せてあります。でこの下はねまずこれがテーブル一つで、これがテーブル一つで、テーブルを二つ置いてます。で、これがねなんだっけユーラーの焚き火台、焚き火台っていうかなんだっけなこれ、まあ、とりあえず今テロップで出します。でその中にですねポールが入ってます。これがユニジアのポール、前回の動画でやったやつです。ユニジアのポールがあって、でこれが予備のポールで、DOD とかが入ってます。でこれがユニジアのタープで、これがハンモック、この2つが、テントですね。ネイチャーハイクのクラウドアップ2テントがこれで、もう1個この横にあるのがですねよいしょフィールドアのポール1本分、それとこれね袋がどっか行っちゃったんで、さっきみたいに束ねてるんですが、本来はねこういう袋に入ってました。でこれのケースもあるんで、まあ、いつか手に入れようとは思ってるんですが、とりあえずは今こんな感じでポールは準備してます。でこの横にあるのがね、弾丸ケースですが、ちっちゃい方がペグが入ってます。で大きい方にはライト関係 LED 電球ライトとかその辺が入ってます。ということでまずはねタープの設営から行ってみようと思います。タープの設営が終わってから今度は、この辺の荷物のご紹介をしたいなと思います。さあ荷物がめっちゃ乗ってるぞ。まずは子供たちのものからどけましょうか。ちなみに袋には入ってませんが、ペグハンマーはここに置いてあります。普段は袋に入ってます。さてじゃあ子供たちのものがなくなったところで、ちょっとずつ下ろしていこうと思います。まずねこれがねベンチ、2人用のベンチです。まずはこれがベンチですね。ベンチが降りて、一番端っこですね、端っこにテント、これは DOD のワンポールテントが入ってます。で今度この横ですね、この横に一つ、二つ、三つと、これが椅子、折りたたみの椅子です。で、ここにね、ソーラー発電のパネルがあるんですが、これは今は使いません。で、このコンテナボックスですね。コンテナボックスが、はい、中身はこんな感じになってます。まず鉄板と割り箸、そしてこれがご飯釜ですね。今日はこれを使おうと思います。であとホットサンドメーカーで、アルミホイルが入ってて、これが子供用のコップセットで、今日はハッシュドポテトが食べたいということなので、じゃがいもと、これが片栗粉ですねと、もしものために竹串と、あとこれね、なんて言うんだろう、こう三脚みたいになってて、こう吊るすやつ、トライポッドっていうのかな。それは照明とかで使ったりするときもあるので、これを持ってきてます。それと食器洗うやつと、ガス、エアマットが2つに、水を汲むボトル、それとスプーンとかフォークが入ってるやつ。これがフードチョッパー、そしてタオルと。この中はこんな感じです。よし、コンテナボックスはこんな感じ。でですね、これ、この木ですね。この木は何かというとですね、ハンモックスタンドなんですが、S 字フックで、これを引っ掛けて、この前の方に通してます。なので、
走行中も外れることがないと。これはですね、もともとこういった作りをしようとしてたわけではなくて、ちょうど S 字フックがあって引っ掛けるところがあったということで、こういうふうに使うことにしました。で、これがね、100均で買った、お買い物バッグ、なんて言うんだろう、この買い物カゴに直接入れられるやつです。この中に、今日買ってきた食材の冷やさなくていいものが入ってます。で、次にですね、これが、食器です。ここにはですね、アルミの食器類が入ってます。子供と来るとね、やっぱりこういった食器類とかいろんなものが多くなっちゃうんで、なかなかね、収納に困ったりしてる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、収納できるところにすればいいんじゃないかなという感じがします。で、これがスパイスボックスでですね、ここになんか見慣れないものがあるぞと思われた方もいると思うんですけども、これはですね、冷蔵庫、車載冷蔵庫のカバーです。わりかし最近発売されたらしくて、まずね、全体的なカバーでしょ、こういうところに、スリットが入る必要があるところにはスリットが入っているので、かなり使いやすい作りになってます。で、これ今外しちゃってるんですが、ここに引っ掛けるところがありまして、こっち側にも引っ掛けるところがあります。これなぜあるかと言いますとですね、こっからですね、こうショルダーみたいに掛けることができる紐が付属してます。なので、今まではね、手でこうやってよいしょって持たなきゃいけなかったんですが、それをね、肩掛けにすることができると。いうことで、このカバーはですね、この横にも入れ物がついてます。ここにも入りますし、あと反対側横にもですね、こんな感じでちょっとした入れ物がついてます。で、このカバーなんですが、ショルダーにできて、なおかつこのちょっと入れ物がついたというだけなんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、この内側にはですね、こういったアルミのこう熱を遮断するような素材が入ってます。なので、今まではですね、このポータブル冷蔵庫っていうのは、電源を切った場合はもうあとはね、ぬるくなっていくだけ、これただのプラスチックですからね、どんどんぬるくなっていくだけという感じだったんですけれども、カバーがつくことによって電源を切った後でもかなりね、長い間保冷してくれてます。これ以前紹介したポータブル冷蔵庫なんですが、意外とね、このカバーってね、使えますよ。あった方がいいと思います。で、あとね、この底の方が結露するというようなことも言われてたりとかしたんですが、結露対策にもなると思います。今のところですね、この下が結露したっていうことは、このカバーをつけてからはありません。まあ、この車載冷蔵庫っていうのはですね、かつて僕がレビューをした商品なんですけれども、このカバーもね、ついでに買っておくと、かなり保冷力がアップすると思います。これ電源を切った後の保冷もそうなんですけども、このカバーがあることによってですね、外気温の影響をですね、多分受けにくいと思います。なので、エコモードで運転している時とかは特にですね、これがあることによってですね、かなり省エネな冷蔵庫になるんじゃないかなと思います。今日の食材はこんな感じ。あともうちょっとですね、荷物があるのでご紹介していきたいなと思います。まずこれが足踏み式エアマット。で、これも足踏み式エアマット。で、これが寝袋ですね。今日いらないとは思うんですけども。一応薄手の寝袋を持ってきました。それと、これがコット。今日は多分ですね、DOD の5人用のワンポールテント。こちらに2人2人で4人。それとネイチャーハイクのクラウドアップ2、こちらにこのコットで1人、まあ僕だと思います、で寝ようかなと思っています。今このエアマットがですね、5人で寝るには1個足りないんですよ。1個足りないので、今日はしょうがないのでですね、コットで寝ようと思います。それとこれが前100均で買ったやつですね、100均で買った保冷バッグ、これね、500円するんですよ。なのでちょっとおすすめはしないんですけども、一応中にこう、なんて言うんでしょうね、アルミが入ってて保冷ができるようになってます。で、この中には、箸とか、あとは食器、ちっちゃめの食器と、これ先日磨いたやつですね、オピネルの付属のシェラカップ、それとあとシェラカップが2つ、3つか、一番下は100均のシェラカップですね、100均のシェラカップだったり、下にもお皿だったりが入ってます。
で、これがですね、マルチツールですね。マルチツールとかもここに入っています。それとあとですね、これが入ってます、100均のガスバーナーですね。ということで、これには食器が入ってまして、あとこの上ですね、この上にはマーグスのラプカ焚き火台、焚き火台と、これもね、マーグスのラプカ用の風防です。これ一応入ってるんですが、今日もね、ちょっと申し訳ないんですけど、焚き火が多分できないと思います。やってもいいけど、めちゃめちゃ暑いんで、まあ、ただ子供がですね、焚き火をしたいといえば、焚き火をしたいなと思います。で、これが収納テーブル、以前 DIY で作ったやつですね。これは基本的にずっとここに備え付けてある感じなので、まあ車中泊したければこのベッドに、マットを敷いて、そのまま車中泊もできるような感じになってます。ただこのベッドは分割式なので、もう一個ね、後部座席を倒して、このベッドを設置した上でマットを敷くというような感じになります。ただそれさえすればこの中にね、車中泊道具の一式ぐらいは入るので、まあ十分これで車中泊できるかなという感じです。ということでですね、家族キャンプでの荷物いかがだったでしょうか。まあこういった収納テーブルとかですね、車中泊用のベッドとかいらないんで、まあその辺を変えればですね、もっとコンパクトに収納できたりとかすると思うんですが、昔はですね、いろいろこう収納した上にさらに布団とかも積んでました。エアマットがなかったので布団を持っていくしかなかったんですが、だいぶコンパクトな感じになったんじゃないかなと思います。ということでですね、我が家はとりあえずこんな感じで荷物を毎回積んでます。参考になるかどうかはちょっとわからないんですが、もし参考にできるところがあればぜひ参考にしてみてください。それでは